昔あなく見ていたか、あの親子を知り続けるとは。また世界が変わった。まさか麗華殿が私有だったのか。違う、この娘は正真正銘私の仇だ。だが私はその中にいた。あの男は中途でそれに気づいたらしい。その時点で止めればよかったものを。くだらん探求心が。シャークが。それではあいつ。つまらん話は終わるぞ。次は私が見た中でも、しかし石壁で炎に包まれ大敗したエンサを像に吹き込めばよい。万難を排して望みながら破れた石壁の恨みを像に吹き込んだ。麗華殿の中にあの私有がいる。にわかには信じがたいが、シアクはそれに気づいていたというのか。攻撃をしてきやがる。あの野郎をぶちのめして矢を止め。
わ。まだ復活の宴はものまぐれ勝ちが何度も続くと思うな。もうと学校団も随you
炎に囲まれる恐怖、その身をもって知るがいい。炎に焼かれた恨みは炎で返すか。さすがそうも。あの兵器に追いつかれてはまずい。急ぎ進路を切り開き、曹操。勝って暴れやがっ。この荷がどうなろうと構わぬ。何人にも。なんという覇気を。まがいものとは思えぬ。相手にとって不足なし。
あの二人を退けるとはさすが曹操殿。偽の曹操は倒れたか。差し当たっての危機は免れ。
どの力があるとは見誤っていたか。では力なくしてはやこれは両夫か。シリュシャーク無事だったのか。何言ってんだ。お前が手を抜いて俺を攻撃したんだろう。それより恐れてたことが起きてしまったか。一体レイカ殿やお前に何が起きたというのだ。シーユは倒されたが、その身を彼女の力と共に。だから彼女は展開に帰れず封印されたんだ。その体の中にシーユがいたから、氷柱に触れた際、封印の胸にその思いが俺の中で徐々に大きく強く。バカな話を。気づいた時点でさっさと娘が。石壁で見せられた力があまりに強大すぎた。もう三つで一つだから、レイカさんより先に力を手に入れてその力で倒そうと考えたんだが、なぜそれを話してくれなかった。シリューは主と国を手に入れようとしていた。それを邪魔したくなかったんだ。俺は愚者の残業は死んだか。ならば不審の刃。くだらん力にしか頼れなかった雑魚ども、来い。今度こそ俺が消し飛ばす。シャークが戻ってきてくれたのはよかった。だが死因の復活は阻止できなかった。それは俺の占領のせいだ。だが、いい。ああ、過去を嘆いても現状は変わった。生きてここを通れると思うな。我らで呂布殿を援護。正門は呂布と兵器に守られている。まさに難攻不落だな。正面突破は避けて東側から迂回して進軍しよう。
ねえな。破るのは不可能だ。小細工せずに正面から。
最強の自由は倒れたが、未だ不穏な空気が。やはり伝説の神を倒すことは人の力では。クシオスが死んでくると、どうでお前たちが倒すのと分かった以上、私が直接手を下すしかないか。長雲、大臣。レイカ殿。これ以上時をかけては、シウは完全に復活し、誰の手にも負えなくなる。お願い、私ごとシウを貫いて。いよいよ、シユを本体ごと倒さないとダメか。しかし、ウコサベンしている場合じゃない。シリ、シユが復活したら手にできるのか。先ほどは娘が弟子だったが、あとシリけ、やるしか。
間もなくだ。間もなく私。レイカ殿は自分ごとシーを連れ。シリ。ああ。ガリオとホースもいます。ご披露いたし。お前さんと一緒。
ぞ。そうでなくては。神の国を作るため。くっ、こともあろうに。
どうも。世界は絶対きょ。あれは、あれか。一瞬にして戦場を。弱気になるな、シャク。今私の体を三つに分散させるわ。無駄なあがきを。レイカ殿、自らの体を分散させるとは。
この姫がいらぬ邪魔をしまって。レイカさんの捨て身の分身が功を奏したな。あと一息押し込めば。やっ、止められなければ。くっ、ダメだ。あれだけ攻撃を加えたはずなのに、まるで効いていない。もはや打つ手はない。そして時は満ちた。かつて神が恐れ、神と戦った私に抗う愚かな人間どもよ、その無力さを知れ。人間とはこれほどの気力しか持たぬか。その程度では私を止められぬ。良い肩慣らしだったが、ここまでだ。その量の者に私の復活をしたと焼き付けて死ぬがいい。何をするつもりだ。私の過ちのために多くの人々の志を無駄にするわけにはいかない。世界ごと私と道連れに。一体無の世界。全てが生み出される前の世界よ。何をするつもりだ。死を撃つことは誰にもできない。ならば死をごと消すしか方法はない。死ゆを取り込んだ私が消えれば、死ゆの存在しない世界になる。そんなことをしたら、人々の運命は私が今のまま作り直す。だけどもう誰も私のことを覚えていないでしょう。これが私の志。あなたたちの多くの人々の志を守りたいから。あなたたちには本当に感謝してる。ありがとう。さようなら。待て！
シャーク。一体何があったのか。竜章を破り、劉備殿が益州を得たところまでは覚えているが、俺もなんかとてつもないことが起きていた気がするんだが。とても強い意志を持った人が俺たちを助けてくれた。それは覚えてる。この世界に過去はない。なぜなら私が作り上げたものだから。歴史は、戦争は、英雄はあったと錯覚しているもの。この世界に未来はない。なぜなら訪れていないものだから。恐怖は、幸福は、希望はあるはずだと錯覚しているもの。存在するのは今だけ。過去も未来も世界にはない。それらを作り上げるのはあなたたちの志。志に従って強く思い動くことで過去や未来は変わりゆく。時代のうねりを今に紡ぎ、世界を築くのは人の志次第。それを忘れないで。